な感じ。じゃあ行きますよ。ピンソーってるみたいなけど、ちょっと入ったら、あ、大丈夫。ちょっと精神を受けて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。うんうん、お久しぶり。お久しぶり、カメさん元気だった。なんか色白になってる。外でない。ね。あ、これなんか一番いい。自然体が一番いい。ビューティーかけてね。動画だ。1月以来。じゃん。今日あれだよ、無駄に応援がビデオカメラを飾ってになっちゃったよ。ね、ありがとう。ね、かすみちゃんだけ。そうする。あとはもう問題ないね。ね、で、僕は春信さんはちゃんともう来てる。来てる、上いる。本当は二人で騒ごうかなと思った。どうやって気抜いたろ。本当だ。ビデオカメラ大丈夫だよって言われて。何持ってても。持ってた方がいい。最後までゆっくりご今日は4人歌手の方をお呼びしております。最後までお楽しみいただけたらと思っております。それで私はこれで引っ込みますので、今日の司会進行は、ベテランを呼んでおります。やせちゃん。はい、どうも皆様こんばんは。春の時間になりましたら、ここに登場してファンファーレで、はい、それから歌謡ショーという形で、そうですね、タイトルコールをしてから、はい、実際に始まりました。はい、そういう感じで生配信がね、生配信に合わせて始まります。それは初めの頃、そうですね、Q を出しながらと、はい、ということでよろしくお願いします。着手よろしくお願いします。あと何分？7分5分ぐらい、あと5分ちょっとお待ちくださいませ。フリートーク、はい、お、結構人気ありますね。はい、キャッチコピーはですね、中高年のためのアイドルとして関東と関西を中心に歌い踊っています。元ホリプロ、ね、プロダクションの所属ということで、ホリプロタレントですよ、ね、一流ですからね。はい、あとミュージカル女優とかプロダンサーになってらっしゃるということで、素晴らしいです。ダンサーはヒップホップですか？それはそういう時代も、はい、よりちょっと前ですね。あ、じゃあ社交ダンスとかそっちの方ですね。あ、そう、あ、じゃないですね。はい、一体ショーダンスでね。何ダンス？ショーダンス。ショーダンス。まあジャズダンス。ジャズダンスですね。ですね。あ、なるほど。ね、今日もそれが、はい。照、あ、照明が当たらないですか？あ、バッテンのこと。あ、バミリガンですね。はい、すいません、なんか素人みたいなことしちゃいました。ド素人みたいなことして、すいません、バミリガンでちゃんと見てないということでございますね。はい、でね、一旦引退するも2011年に東、あ、聞いてる聞いてる。一旦引退するも2011年、東日本大震災をきっかけに、はい、中高年のためのアイドルとして再デビューしたということで。そうです、Facebook 配信で、はい、1年本気しまして、はい、始めました。なるほど。
じゃあまたあの復帰してからもう9年経つということですね。そうですね、はい、8年、9年、それぐらいですね、はい、なんでちょっとそこうろ覚えなんですね計算すればすぐ分かってしまうよね、まあ、適当に、はい、はい、適当に、はい、今日春日さんも応援できてほしいます。はーい、あー、すげーいっぱいいる、すげーおっさんたちがいっぱいいますはいね、もうキラキラしたおっさんたちがたくさん来てますけどね、まあ、本当中高年のアイドルになってますね、はい、はい、素晴らしいです。皆さんありがとうございます。あー、イエーイ、ありがとうございます。あの配信の皆さんも見えてますか、はい、見えてますか、ね、陽気なおじさんたちがたくさんいますけどね、今日は、はい、ということで普段はですねオリジナル曲はもちろんですけども、スタンダードジャズ、あとは昭和歌謡、ハワイアンなどもあらゆるジャンルをやってらっしゃるってことでね、はい、すごいですね。どれが一番歌いたいですか。あ、スタンダードスタンダード好きなんですけど、アイドルちゃうんかい、だってさっきアイドルって散々言っといたの。中高年です。中高年だし、いやまだ若いですよあの大人かわいい音楽をお届けしたいと思っています。はい、大人かわいい音楽、はい、今日は素晴らしい曲をですね披露していただくんですけども、曲名をね先に紹介させていただきたいと思います。なんとあの松田聖子さんの曲でピンクのモーツァルト、それから2曲目スイートメモリー、2曲続けて聴いていってみましょう、はい、それでは皆さん大きな拍手でお送りください。Thank you.
るじゃないですか、松田聖子さん。コピーするつもりないんですけど。あ、そうですか。じゃあ、オリジナルで行かなかったんですね。あ、ちょっとそういうところはちょっとプライドが。あくまでもかすみで行きたい。かすみで、あ、かすみさんで行きたいとね。そこはちょっとプライドがあるから。いや、ていうか、もう私、吐きそうなぐらい緊張してます。あ、そうですか。あの、よかったら入っていいですよ、入っていいですよ。はい。いや、いいですからね。放送事故になるから。怒られちゃうからね。もう、ちょっと、何これ。すごいな、このドリンク。マイドリンクです。マイドリンクですか。いや、すごい、そこも徹底してますね。いや、すごい。中華じゃないですよね。ちょっとウーロンハイとか入ってないんですよ、これ。大丈夫ですか。いやね、今聴いていただいた曲は、あの、松田聖子さんですよ。ね、皆さん、松田聖子さんね、もう年代ですよね。はい、僕も松田聖子さん。この曲はですね、高校2年生の時の曲だったんですよ、僕は。年バレますけど。はい。え、わかります？僕の年全然言えるんですけど。そんなに早く計算できない。あ、そうですか。あ、ちょっと、まあ、アイドルの方みんな頭がちょっと弱そうなんで。私が感じたんで。可愛い子は大体頭弱いんで大丈夫ですよ。はい。ちょっと僕ね、今語弊がありました。すいませんね。はい。ということでございましてね。高校2年生の時ね、この曲大好きでですね、はい、スイートメモリーも大好きだったんですよ。はい。で、僕実はですね、毎年松田聖子さんのライブに行ってまして、今年コロナで中止になっちゃったんで、はい。埼玉スーパーアリーナね、行く予定で、で、去年ですね、僕10月10日、誕生日なんですけど、前の日に、僕、ローブシアターと京都という、ちょっと大きなですね、イベントというか、大手生命保険会社さんのイベントに呼んでいただきまして、僕が前座で、なんとメインが松田聖子さんです。すごい。じゃあ、お会いできたんですね。お会いできました。すごい。あ、ごめんなさい、間違えた。松田聖子じゃなくて、マネラ聖子さん。聖子さんそっくりのモノマネマネダ聖子さんマネダ聖子さんでした、はい、これガチです、はい、2000人入ってましたけどね。でも、はい、聖子ちゃん来てもおかしくないぐらいの、いや、本当ね、聖子ちゃんです。まあ、これ大丈夫かな。楽屋挨拶行った時って普通の方なんですよ、はい、で1時間後には松田聖子が出てくるんですよ、楽屋。俺松田聖子さんだってなんですよ。やっぱね、なりきるんですね。そっくりなんですね。そうですね。松田聖子さん好きですか。あ、大好きです。ですよね。嫌だったら歌わないですよね。これ。え、この曲もリクエストだったんですか、どなたか。え、これは私が勝手に決めちゃいました。あ、いやいや、もう皆さん大好きな曲だと思いますしね。はい、かすみさんのファンも喜んでました。昭和歌謡っていうんで、やっぱりセクちゃんかなと思って、はい、あの普段あんまりスイートメモリーはよく歌うんですけど、はい、あのモーツァルトとかはあんまり歌わないんですけど。あ、そうなんですか、はい。今日ね、すごいのはですね、あのバンドの皆さんなんですけど、さっきリハーサルから見てたんですが、これ一発ですよ。一回だけ練習して、あとピッチとかですね、そういうのをただ調整して、もうほとんどこれあのぶっつけ本番です。そうです。やっぱプロってすごいなと思いましたね。ね、本当すごいですよね。いや、本当に素晴らしいです、皆さん。いや皆さん本当ね、もうさっきずっと鳥肌立ちながら見てましてね、さすがです。本番バッチリ決めてきましたね。すね、はい、もうさっき殴り合いでしたからね。そうです。お前ちょっと早いよとか。これで突っ込めばいいのかな。おい、かすみさんが怒ってますけど、切れてましたから。ちょ、ピッチ早くねとか。そんなこと言ってないですよ。ちょっと E マイナーで、あと E マイナーで言ってますよね。言ってましたよね、早くて歌わねとかね。そう、冗談でね、もっと遅くしてとか怒ってましたよ、さっきね。あ、冗談ですよ、ね、あの配信。そう言っても緊張して。あ、肌が違いますね。本当なんか天然ですね。もうアイドルにはすごい資質としてはバッチリなんですけど。はい、アイドルとしてはすごくいい資質を持っていると思います。すごい真面目にやってます。今、精一杯一生懸命やってます。そうですよね、はい、いや本当アイドルしか見ませんもん、僕は。ありがとう、はい、そうだって今日なんか露出が大きいですよね、多いですよね。荷物少なめにと思って。そっちだよ。ファンの皆様に喜んでもらおうと思ってこんな露出じゃないの。もうね、みんなもう演奏ができないぐらいの露出でね、結構皆さんはもうガチガチでした。全然できますよ。そうですよ。いや、できました。もうだって譜面ガン見だもん。ガン見でした。一回だもん。一つ目は譜面見て、一つ目は譜面見て。そうですよね。両方でやってますもんね、今ね。もう背中のね。高木さんです。綺麗な背中を見ながらね。これ四捨五入したら裸ですよ、これ。もういいですよ、その話はもういいです。その話はちょっとこれ押してんじゃないですか。大丈夫ですか。押してないと思います。大丈夫です。4分あるんでこれね。はい、ということでね、もう一曲最後に聴いていただきたいと思います。はい、何でしたっけって。これキューピットの声。あ、オリジナル曲なんです。あ、そうなんですか。オリジナル曲忘れんない。オリジナル曲忘れてどうするんだ、ね。
私が作曲して、作詞は、はい、作家脚本家の、はい、柏田道夫先生という方が、柏田道夫先生知ってます？武士の料理長とかね、そういうのも書いてらっしゃる、はいはいはい、その方が私のイメージで歌詞を作ってくださいまして、はい、でその曲を私とちょっとお客さんに来ている歌手の雅子ちゃんっていう、雅子ちゃん今日来てくださったんですけど、雅子ちゃん二人で力を合わせて作って、はい、で、まあ、ほぼ私が書いちゃったみたいな。それ雅子ちゃん立場ねえじゃん、雅子ちゃん今紹介しとって立場ねえじゃん、ごめんね私が全部やっちゃいましたみたいな、そう結局私がやっちゃったみたいな全部横取りみたいなねえ、そのですね、まさこちゃんもね、はい、あと2部で登場しますか、大丈夫ですか、はい、ということでございまして、それではね、早速聴いていただきたいと思います、キューピッドの恋、53歳になります。はい。そうなんです。なんですか。どうしたんですか。
あ、一緒ですか。ためためため。あ、42年生まれですか。羊年ですか。あ、ためですね。やばい、聖子ちゃん世代ですよ。おにゃんこクラブですね。はい、あ、ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい、そうなんですね。同い年の方他にいます？42年生まれの人ないですね。はい、すごい若いですね。若く見えますね。20代かと思ってますよ、ずっと。はいね、なんかおごってくれるかなって。冗談ですよ、冗談です。チャットで飲み物ありますんで。はい、ということでございまして、キーストンクラブのですね、キーストンクラブ東京昭和歌謡ワンナイトキャバレーなんですが、これからセカンドステージ2部の方に移りたいと思います。普通だったら1部が終わったらほとんど帰っちゃったりするんですけど、誰も帰らない。素晴らしいですよね。皆さん誰も帰らないですね。よっぽど暇なんですかね。冗談ですよ。はい、すごいですね。はい、じゃあね、このまま2部に行きたいと思います。もちろんさっきの曲はやりません。全部全く違う曲で、皆さんに披露したいと思うんですけども、じゃあね、最初の、はい、アーティストの方に呼びましょう。かすみさんです。前の方どうぞ。かすみさん、ごめんなさい、俺ね、着替えちゃったから全然かすみさんと思わなくて、俺マイクスタンバってたから、俺スタッフの方だと思ったんですよ。俺スタッフの方の前に通ったんかなと思ったけど、かすみさんだったんですね。着替えるって言ってましたもんね。着替えました。着替えたら全然違いますね。今日は女性ばっかりなので、はい、男になってみました。ねえ、宝塚ですよね、ほんとね。はい、鉛筆です。ほんとだ、すごい。みんなペアルックみたいになってますよね。みんなペアルックです。みんなペアルックですよね。さっきだってリハーサルの時ブチ切れて宝塚みたいなピンタしてましたもんね。本気にされたらどうするんですか。すごい嫌なやつって。大丈夫、配信ないんで大丈夫です。今してないの、はい、してないですもん。あ、よかった。こっから何言っても大丈夫です。あ、そうなの。はい、ありますよ。今やってますよ。今あるんですよ。あ、そうなんですか。俺やべえこといっぱい言っちゃってる。言っちゃってる。やべえこといっぱい言っちゃった。俺やべえ。やべえ。本当ですか。編集できないし。イーサントーク言っちゃった。俺やべえ、これ怒られちゃう。大丈夫かな、ね。まあ、売れてないと干されることないんで大丈夫です。はい、そういうことでございまして、2部の方で移りたいと思うんですけどもね。かすみさん、さっきどうでしたか。1部の方は吐きそうでした。吐きそうでした、はい、全然緊張する感じないんですけどね。すごいバクバクでした。え、心臓がですか。はい、そんなことないですよね。全然、まあ、あんまりステージになってないことじゃないですよね。あの、アウェーに慣れてないんですね。どういうことですか。普段ホームなんで。ホームっていうのはどういうことですか。お客さんが知ってる人ばっかりなんで。なるほど。今日はじゃあ知ってる方いらっしゃらないですか。今日かすみさん見に来た人います。はーい。めっちゃいるじゃないですか。すいません、ね、皆さん社交辞令の方がすごい、ね、あの優しい方が、ファンの方が、ファンの方が、あの応援に来てくださいました。 あ、 そう、ね、ありがとうございます。素晴らしいですね。もういや、でも本当かすみさん、さっきの振り振りの感じ全然違うんで、これ全然服装で女性って変わりますね。気分も変わってます。変わってますよね、はい、今知的ですもん。さっきパッパラパーイじゃあ、あのこれからはあの衣装はやめます。そんなや、あの衣装は衣装でいじりやすいんですけどね。なんかすごい隙がない感じですもん。はい、本当ですか。さっき隙だらけだったから。もうツッコミだらけでしたよね。これマイマイクもね、あのさっきのキャラクターの方に似てますけどね。そうですね。そうですね。これはちょっと変えれませんでした。変えませんでした。はい、ということで今度はですね、なんと3曲歌っていただけるということでございまして、はい、さっきはちょっとアイドルの曲だったんですけどね、はい、今回はちょっとね、なんか、あ、それは変わんねえのかよ。飲み物変えろよ、それ。さっきまでアイドルでフリフリでね、キャラに合ってたからね。こんなシュッとしたからなんかね、ちょっと爪が甘かったですね。爪が甘かったですね、はい、そこはなんかテキーラとか飲まなきゃいけないです。そうですね、これに合わせてね、はい、またフリフリのやつでね、飲んでるということでございまして。はい、次の曲はですね、なんとラストシーン、はい、西城秀樹さんの、西城秀樹さんの曲です、ね、残念ながらね、去年、一昨年ですね、亡くなってしまいましたけど、あとは三回忌ですね。あ、もう三回忌ですか、はい、早いですね。あの私 の、 あのプロデューサーが、はい、あの西城秀樹さんのところで、あ、36年間 も、 うもう最後までずっとキーボードを弾いていましたので、素晴らしいですね。あのご縁がありまして、私もあの、あ、あの舞台女優の時は、はい、初めて の、 そのダンサーのお仕事をプロとしてお金をいただいて踊るっていう時は、西城秀樹さんだったんですよ。あ、そうだったんですか。偶然にも。すごいですね。偶然でなかなか共演できない方ですけど、はい、
素晴らしいですね。そうなんですよ。あ、そういう舞台女優さんやられたんですね。あ、そうです。最初できたんです、ね、はい、最初はダンサーから入って、で続いてあのミュージカルの方に入っていきまして。ダサいですね。最後は蜷川幸雄先生の演出の舞台とか、すごいじゃないですか、出させていただいて、はい、え、さっきのアイドルのキャラいります？いいですか、ちょっとお時間とって、はい、どうぞどうぞ大丈夫ですよ。本当にアイドルやりたくて18歳の時にホリプロスカウトキャラバン、はい、堀ちえみちゃんがグランプリだったんですが、はい、その時に私結構な時代ですね。そう、あ、僕らの時代ですよ。そうなんです、はい、そうなんですよ、はい、それでホリプロに入ったんですけれども。そうなんですね。18歳では年だって言われて。そうですか。だってあの頃ホリプロめちゃめちゃ厳しかったんですよ。すごく若くなっていけない時代だったんですよ、アイドルが、はい、で、ね、今ね44歳で、はい、まさかアイドルできるなんて思わなくて、今すごいハマって、本当にやりたかったことを、うん、本当にやりたかったことをできているので。そうですよね。そうですね。まさかこの年でと思いました。いや、それ言いたいですよ。聞きますか、配信してるのに。それストレートなんで、ね、配信してるよ。いや、ね、それは失礼なんで。禁止になりました。今放送禁止になりました。大丈夫。じゃあちょっとでもいないと困るからいて。そう、ベースいなくなったら全然スカスカになるから、スカスカになっちゃうとダメです。はい、そう、年はやっぱ失礼なんで。じゃあ犬で言ったら何歳ぐらいですか？犬じゃない。犬じゃ分かんないですよね。じゃあちょっとすいません、下一桁だけ教えてもらいます。下一桁だけ教えない。教えない、それでバレちゃうというね。2っつったらなんとなく分かっちゃうというね。はい、それは何でもない、何でもないです。本当ですか？当たっちゃった。俺当たってない。当たってない。43年か42年までというかね、特定できる。ペンピーになりましたね。はい、年やめろということでね。アイドルというね、それでいけない。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあ僕はそろそろドローンさせていただきますので。はい、それではね、1曲目がラストシーンで、2曲目がこれもね、皆さんがよく知ってる曲で、ブギウギウイスキートレイン。ブギウギウイスキーレイと言いまして、これ有名じゃないです。有名じゃない。でさっきなんか西城秀樹さんの曲って言ってなかったんですか？そうです。これは、はい、岡本一成さんという方が作った曲を秀樹さんがカバーなさって、はい、カバーの曲で、ね、はい、で夜のヒットスタジオとかコンサートとかでたくさん歌われていて、めちゃくちゃかっこいいんで、かっこいい曲ですね。ちょっと歌ってみようと。え、秀樹ファンですか？秀樹さんファン。本当に後の方なんで、最初本当はヒロミさんなんで。ヒロミさん。そこカットカット。じゃあできねえから。これ生だからできねえから。でも、はい、秀樹さんも大好きです。秀樹さん大好き。じゃあカレー好きですね。はい、バーモントカレー食べてます。そうです、中辛です。そこ行ってみたかったですね。はい、そういうことでね、カレー好きなかすみさんなんですけどね。はい、それではね、早速歌っていきましょう。3曲続けていきます。ラストシーン、ブギウギウイスキートレイン、レインブギウギウイスキーレイン。でもウイスキートレインって書いてますよ。あ、じゃあこれミスプリです。そう、ミスプリじゃねえかよ。俺が間違えてるんだよ。そうだね、かわいそう。かわいそうって言うな。はい、ということでございます。ブギウギウイスキーレイン、はい、で、どうにも止まらない。はい、以上、3曲続けて、どうぞ。I'm not afraid.
高木さん
がね、あのバーンって合わせるのすごく難しいんですよ。おっばっちり決まってました。はい、素晴らしい皆さんね。皆さんね、バンドの皆さんに大きな拍手をお願いします。はい、パオーってことですね。素晴らしいですよね。すごい盛り上がりましたね、やっぱり気分ね。はい、もう6曲も歌って。また痩せちゃったんじゃないですか、大丈夫ですか。ガブガブです。ガブガブですか。そうです。このコロナ太りで。コロナ太り、全然痩せてるじゃないですか。いえ、あの3キロほどやはり。あ、そうですか。あ、まあそうですね。家にいたら食っちゃいますもんね。そうですね。はい、ということで、途中でなんかあれですよね、2曲歌った後帰ろうとしましたよね。それ言わなきゃ分かんないから、配信。もう終わったと思っちゃった。終わったと思って、行こうと思ったら、あれやべやべ、まだあったもんみたいな感じになってますよね。もう見逃さないですよ。もう芸人は絶対そういうところはもう見逃しません。なんで？もうなんかもう、もう仕事終わったみたいな、こうやってどん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 なってると、やべまだあったみたいな感じになってますよね。そう、一番ね盛り上がる曲がどうにも止まらないって。はい。もうやりきったから。やりきっちゃったね。はい、でも本当素晴らしかったです。で、今度ですね、なんと9月の13日にまたこちらの方でライブがある。今またって言った？違う、またってそういう意味じゃなくて、はい、まああのね、これをいいよ。そうなんです、9月の13日に日曜日、こちらキンストンクラブ東京で、はい、私の、エンジェルジャズナイトという昭和歌謡をジャズアレンジにしていただいて、あのやってみたいと思いますので、ぜひ。はい、行きます。お買い上げ。お買い上げです。あのでもあのやっぱりこういうご時世なので、はい、あの今ご予約がもう結構たくさん入ってまして。あ、そうですか。そうなんです、今日のソールドアウト。そうなんです。ソールドアウトですか。そうなんです。あ、素晴らしいですね。でもこのままね、はい、あのコロナがちょっとひどくなっちゃうと、まあ、もっと減らさなきゃいけなくなるので、それで収まってくればもっと入れられるんですけど、だからそこが微妙な調節の仕方で。そうですよね。はい、そうなんですね。でも今コロナがね、どんどんそうなんですよ。本当に3日先がわからないと思いませんか。わかんないですけどね。でもですね、あれちょっとね、皆さん厚生労働省がね発表してる中でちょっと興味深い数字がありまして、はい、あれあの200名行った時あったじゃないですか、はい、まだねあれ検査した人が2000人しかいなかったんですよ。でも今ね2万人3万人いるんですよ。だからそのうちの200人っていうのは率としてはそんな変わってないんです。実は無症状の方とか、無表情の方とか、無表情、無症状ね、はい、無症状の方、はい、なんか2分ちょっと違いますね、さっきとキャラすごいでも乗ってますね。ちょっと慣れてきて、突っ込めるようになってきました。芸人の免疫ができたのね。私も関西人だから。あ、関西、はい、どこですか。京都の京田辺市っていう。京田辺いいとこじゃないですか。竹やぶしかないとこです。いや、そんなことないです。謝れよお前。京田辺市で謝りなさい。いえいじゃねえよ。いえいじゃねえよ。いや、いいとこですけどね、京都の女っていうのはね、腹黒いんですよ。もうね、この笑顔の中にね、ものすごくなんかね、本音がないというね。はい、じゃあお茶漬け食べていかはるみたいな。それ言うときはもう帰れってことなんですよね。はい、それで本当に来るやついるんですかね。いますね。いるんですか。全然空気読めないやつですね。でもそんな人じゃないです、京都の方。はい、そう言われてるんですけど、はい、そんなことないです。とっても優しい。いや、それ分かります。僕もあの京都ずっといたんで、はい、そんな方じゃないと分かったんですけど、うん、はい、じゃあ勝美さんも関西人なんですね。そうです。関西のおばちゃん、あ、おばちゃんじゃなくて、ヒョウ柄、ヒョウ柄は来ませんけど。ああ、なるほど、はい、ね、そうです、関西です。あ、アメちゃん持ってます。アメちゃんって言います。アメちゃん、ね、なんでちゃんつけてるの、はい、持ってるんですか。はい、関西のおばちゃんですね。のど飴ですけど。なんですね。はい、ということでね、ラストシーン、ウイスキーレインですね。はい、どうにも取らない。最後聞いていただきました。カスミさんでした。ね、素晴らしかったです。ミツキアイちゃん。カスミさん。素晴らしいです。痩せないと。すみません、取ってつけたようにありがとうございます。はい、ということでございましてね、今日ね、僕も楽しくやらせていただきまして、もう素晴らしいお客さんのおかげでですね、気持ちよく喋らせていただきました。今日はですね、こんな素晴らしいメンバーでお送りいたしました。最後にですね、もう一曲歌いたいと思います。
うなせらディ東京を歌っていただきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、ね、オーナーも入りました。それではお送りいたしましょう。全員で歌っていただきます。うなせらディ東京。猫みたいなこと、はい、ということで、じゃあ愛ちゃんからですね、はい、一言皆さんにお礼をですね、はい、お願いします。本当にですね、このコロナの中、本当にこんなに皆さんね、お集まりいただきまして本当にありがとうございました。私ね、今日初めて初参加、させていただいて、本当にこのご縁を大切にしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、松田さんお願いします。はい、キーストンクラブ東京、4周年目に、私は YouTube で見に来てくださって、山口県のお店に出ておりましたので、もう10年以上のお付き合いになっております。なるほど。でやっぱりボーカリストっていろいろ浮き沈みがあったり、皆さんのおかげでなければ自分でこうライブを打っていくことその数は出ないんですけれども、今日もまた皆さんのおかげと、そして素晴らしいスタッフと、また全然違うジャンルのシンガーの方とこうやって一緒にやれたってことが、すごく私にとっては歌手冥利に尽きる一日でした。明後日本当は全然違う方向でやりますけれども、はい、覚えておいていただければ嬉しいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すみません、かすみさんお願いします。中高年のためのアイドル、かすみがこんな素晴らしい歌手とか
光栄でございました。こんな機会を与えてくださった皆さん本当にありがとうございます。そして配信をご覧になってくれた皆さんありがとうございます。そしてこうやってこんな中足を運んでくださったお客様お一人お一人本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。最後に池本勝部さん、池本勝部さん、はい、ありがとうございます。入り口のエントランスのパネルもご覧になっていただけましたでしょうか。タオさん、デザイナーのタオさんがしつらえてくださったり、スタッフの皆さん、そして演者のみんなも本当いっぱいバッチリ衣装も決めてくださって、そして他のボーカルさんとお会いする機会ってあんまりないんですけれども、華やかな今日のステージ立たせていただいて、そして久しぶりの皆さんの笑顔をたくさん見ることができてすごく嬉しかったです。お越しいただけなかった方も本当残念ですが、またいつか近いうちに直接生でお会いしたいと思います。そして大人が本気で仕込んで本気で遊ぶとこんな楽しいんだっていうのをすごく体感しました。大人って素晴らしい。素晴らしい4アーティストにもう一度大きな拍手をお願いします。それから本日23曲もですね、ほぼぶっつけ本番でやっていただきました。素晴らしい演奏をしていただきました、ロボタカズオウィズキーストンボーイズのメンバーです。キャラメルマキアートさんです。キャラメルじゃないですか、はい、キャラメルマキアートさん、司会は痩せさんでした。ありがとうございました。はい、こんな機会を与えていただきました。本当はオーナーとですね、チャーリーさんでもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。それでは皆様ですね。